ご紹介ありがとうございました。この場で話ができるということを誠に光栄に思っております。大竹でございます。東工大の機械物理工学というところで、教授をさせてもらってますよ。エンジニアリング U×M、これ私にとってのエンジニアリングイコール U×M、 これをカーボンを題材にして今日はお話を申し上げたいなというふうに思っているんです。そして同時にせっかくここ若い方がお集まりになっていて、でおそらくビデオでも配信されていると思います。若い方にこうしたら新しい技術って生まれるんだよ、そんなことを一つ分かっていただけるといいのかな、こうしたら起業ができるかもしれない、そんな気持ちになっていただけるとすごく幸せだなというふうに思っておりますし、それに向けてこの U×Me を説明していきたい、こんなふうに思っているんです。最初にお見せするのは全然違う話なんですけれども、これミシガンスタジアムですね。アメフトをなさっている方はよくご存知だと思います。とても大きなスタジアムでございます。私が立っているのはアメフトをやるグラウンドでございますね。緑色のところ、分かっていただけると思います。ここは一番低いところですけれども、このスタジアムは数万人収容するので、スタジアムの一番てっぺんのところっていうのは数十メーターこのグラウンドより高いところにあるんですよね。さてここに雨が降ったとしましょう。レインドロップです。この緑色のところにグラウンドに落ちた雨はそのまま安定ですよね。あ、ちなみにここで排水なんて考えないでくださいね、ごめんなさい。排水考えられるとすごく困るんですけども、グラウンドの雨はそのまま溜まるだろう。これ落ち着いてるんですね。これ安定な状態って言います。皆さん今椅子にお座りになってるのは安定な状態です。それに対してスタジアムの一番上の雨というのはすごく困るんですね。これ不安定なんですよ。どうしても下に転がりたくなります。人間もそうですよね。あそこにいたらやっぱり何かあったら下に落っこっちゃう。私もステージから落っこっちゃうっていう感じですね。ここ若干不安定な状態なんです。これをまず覚えていただくと後の話につながるんですね。最初にご紹介したい炭素材料はダイヤモンドでございます。これ203カラットあるミレニウムスターっていう宝石なんですけれども、今地球上で一番美しい宝石というふうに言われているんですね。先ほどの佐久野さんの時計とどっちが高いか、かなりいい勝負かなと思うんですけども、そして私は池上先生だったら両方買えるんじゃないのかなというふうにさっきよっぽど突っ込もうと思ったんですけどね、買ってここで見たいもんだなというふうに思います。これ美しいですよね。本当に純粋な、透明なものですけれども、もう一つカーボンの代表材料ってあるんですよね。何でしょう。皆さんこんな時に使ってないですか。これうちの学生に登場してもらってますけども、バーベキューですね。バーベキューの時に炭で焼くと美味しいですよね。これうまいですね。でもダイヤモンドの炭じゃないですよね。普通の炭です。はい。この炭も実は炭素でできてるんですよね。両方ともこれ炭素でできてる。ダイヤモンドの指輪今お持ちの方いらっしゃるかもしれません。炭も C です。カーボンでできてるんですよね。さてこの2つを紹介したところで最初のミシガンスタジアムを思い出してください。この2つをミシガンスタジアムに置くとするとどういう置き方になるのか、答えはこうなるんですね。ダイヤモンドはスタジアムのてっぺんなんです。そしてグラウンドのところには炭があるんですね。つまりダイヤモンドは不安定な状態で、本当だったら雨粒と同じように下に転がってって、で炭になるはずなんですよ。自然界の断りはそうなってるんです。炭の方が安定なんですね。今この会場の中にもダイヤモンドの指輪をしてらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。さっき南さんチェックしたんですけど残念ながらしてませんでした。でこの指輪見てるうちに炭に変わったらものすごいショックじゃないですか。けども残念ながらそういう経験をした方っていうのは日本にも世界にも絶対いらっしゃらないはずなんですね。じゃあ大竹の言ってること違うじゃないか、下に落ちるはずなんだろうということなんですけれども、それはどうして落ちないのかっていうのは訳があるんです。ここにペットボトルがありますね。これでその理由を説明したいと思うんです。ちょっとだけ時間ください。今これは炭素材料ですね。俺は炭になろうかな、それともダイヤモンドになろうかな、悩んでます。炭の置き方、つまり安定な置き方をするとするとこんな格好になりますね。皆さんいつもこうやって置きますよね。これ実は安定じゃないんです。これが一番安定な置き方なんですね。
倒れたらこうなりますもんね。これ以上安定な状態ないんですね。これがグランドステートです。じゃあダイヤモンドはどうでしょう。ここが平行であることを祈ってよかった。そうですね、こんな状態なんですよ。明らかに不安定なんですけれども、何かが起きない限りは、ここでアースクイックが来たら困りますけれども、倒れないんですよね。これダイヤモンドの状態、皆さんの指はこの状態なんです。ですので、もし何か外から衝撃が加わると、あるいはエネルギーが加わると、こいつは横に倒れてしまいますよね。炭になります。たまに報道であるのが、ダイヤモンドが火事で燃えちゃいました、そんな話がありますね。そうです、ダイヤモンドはこの状態なので、そこで火事で炎に炙られるとエネルギーが加えられて黒煙に装填しちゃうんですね。これ装填って言います。で、これが一度装填してしまってグラファイトになったら、これは炭なんですよ。これ燃えちゃうんですね。だからさっきバーベキューダイヤモンドでできるか、これできます、できます。ここでやってみたいですよね。ぜひ今度 TEDx ぜひお願いします。ダイヤモンドバーベキューやりましょう。ですので、まあ、安心していただきたいのは、この状態なので皆さんのダイヤモンドは変わりませんよということですよね。さあ、このダイヤモンドと炭両方紹介したところで、材料の話を少しさせてください。DLC と呼んでいます、ダイヤモンドライクカーボンと呼んでいますけれども、単純に申し上げると、今ご紹介したダイヤモンドが5割、あ、こっちの人がダイヤモンドって言ってるわけじゃないですよ、こっちが炭って言うと怒りますから、ね、ダイヤモンドが5割、そして炭が5割、こんな交わった材料なんです。ご存知の通り、ダイヤモンドは地球上で一番硬い材料ですから、これはもう全然削れないんですよね。で、炭はとても滑りやすい、ツルツル滑ってくれる材料なんです。ですので、この2つを組み合わせることによって、とってもいいことが起きますね。表面がツルツル滑って削れない、これは環境問題にも良さそうですよね。ですので、今この DLC っていうのを一体どうやって応用するのか、これは皆さん一生懸命やってます。で、私の場合には佐久野さんと違っていて、一人ではとてもできないんですよね。これをアイデアで世のためになる、人のためになるような、人に使ってもらえるようなものを、この DLC を使って作る、これは私一人、あるいはおそらく大学でできることではないと思うんですよね。で、私が助けてもらった、あるいは一緒にやったのは、やはり東工大の近くに位置する大田区でございます。この位置は、世田谷区ですかね、あるいは目黒区か、ちょっと自信ないですけれども、東工大の半分は大田区にあるんですよね。で、大田区の中小企業群っていうのは、まあ、世界に冠たる中小企業群でございますので、ここと連携してこの DLC っていうのを世の中のために活かせないのか、そんな話を東工大の TLO って言いますが、テクノロジーリアゾンオフィス、それから大田区の産業振興協会の協力も得てですね、話を進めました。で、この中で実は50数回ディスカッションをする機会があったんですよね。で、大田区から出てきてくださった方は中小企業の本当の親父さんという方ですが、プロフェッショナルな方です。非常に厳しい方ですね。で、その中でまあいろいろ言われながらですね、技術を育てていったということです。私が幸せだったのは何かというと、その中でおそらく私の技術に惚れてくれた人がいたこと。私に惚れてくれたらもっと良かったんですけども、技術に惚れてくれるっていうのは、これも嬉しいことですよね。一人の方を紹介すると、左の松尾誠さんですね。この方は、まあ、創業70数年、大田区の中でまさに、中心的に、まあ、マネジメントやってきた方です。3代目の社長さんでいらっしゃったんですけども、この技術に惚れてくれた。本当はウェルディングって言って溶接のプロだったんですね。DLC とは全然関係なかったんです。この方に、まあ、新しい事業を立ち上げるというのはいかに難しいのか、そして、まあ、いかにこうやったらうまくいくんだというところを教えてもらいました。もう一方は岩本さん、岩本由伸さんです。この方は東工大の産学連携を作った方のシステムを作った方ですけれども、大竹、こんなことじゃ、何ですかね、知的財産っていうのは守れないよ。やっぱり特許戦略っているんですよね。新しいことを立ち上げるときっていうのは、それを教えてもらった、そんな方です。ちょうど今日お二人いらっしゃるので、その場でお立ちになっていただいてよろしいですか。お二人に教えていただいたこと、これは異なる文化の出会いかなというふうに思っているんです。
一つは今申し上げた大田区の中小企業群と東工大、これはまあ近くて遠い関係と言われてたんですけど、それを密にやったということが一つで、もう一つは製造現場と先端科学技術、この融合というのも意外と難しくて、先端科学技術っていうのはこれはまあたまに成功するといいなっていう場合もあるんですよ、正直申し上げると。けども製造現場っていうのは失敗しちゃいけないんですよね。そこの関係っていうのはクロスとしてはすごく重要かな。もう一つ人間関係としては百戦錬磨の方と、自分のことですけども研究一筋、まあ、僕もお酒も飲んだりするので一筋かどうかちょっと分かりませんけども、一応ここでは一筋と呼ばせてください。この関係もとても重要かな。そんなクロスがあって新しいものって生まれるんだなって今になっては思っているんです。そこから生まれた、まあ、東工大発ベンチャー、先ほど紹介していただきましたけれども、まあ、キー技術は右上にありますね、セグメント構造 DLC といって、さっき言ったダイヤモンドと炭のアイノコっていうのを、タイル状に貼ったもので、この設計によって、非常に、まあ、耐摩耗性に優れた削れにくい材料を作ることができます。で、左上のその合成装置とか、あるいは左下の、自動車部品ですね、こんなことを開発して、で最後にこのリビ用用、まあ、髪の毛を切るハサミですね、これを開発しました。でここに自動車を持ってくるわけにはいかないので、このハサミでですね、やっぱり性能いいねというところを見ていただけるといいかなと。あるいは性能あまり変わらないということもありえるんですけども、このコーティングをすることによって切れ味がどう違うかっていうのを実演したいと思って、ちょっとこちらの方この顔怖くないですか、大丈夫ですか、はい、と思います。これ実際に切ってもらうというふうに思うんですよ。でどなたに切ってもらったらいいかなと思って悩んでるんですけども、池上先生に切ってもらったらどうかということで、皆さんよろしいですかね。すいません。引っ張り出されました。はい。これが普通のハサミですね。はい、でどうしましょうか。これで髪の毛を。はい、これ切っちゃってザクザクっと彼女だと思って切ってください。うわ、はい、うわ怖いなこれ。そうなんです、はい、これこうやって切るわけですね、そうですね、ちょっと切れ味を先生覚えておいていただいて。はい、わかりました。はい、あ、すいません。はい、じゃあこの辺こうバサッといいですか。そうですね、はい、あ、こうやって切った。はい、わかりました。随分切りましたね。はい、いけませんか。いやー、はい、なんかザクザクザクって感じで切りました。はい、これが開発したものです。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、え、おお、一瞬にして切れた、ね、違いましたか。いやー、これね、新製品のでしょ。はい、いい、あ、新製品のがいいって言わなきゃいけないでしょ。いやねえ、約束でしょ。なんて思ってて、あの切れ味が違ったらどうしようと思って、どうやってごまかそうかと思ってたんですけど、いや本当に最初のやつはザクザクザクとやって切れた、はい、次のやつはスッと通っていっぺんに切れた、はい、確かにこちらの方が切れ味鋭いです。よかったです、ありがとうございます。よろしいですか。それではまだウィッグがそのままですけれども、最後のまとめをさせていただきたいなと思います。最後にニューテクノロジー、これがどう一つの式で表されるか、そんなことを考えてみますと、まずは技術のシーズだろう、これは間違いないですよね。で、それを先ほど申し上げました、仲間がいることは大切です。そして仲間との情熱、パッションですね、これとの掛け合わせで育てていく、これはどうしても必要なんですけれども、そこで一番最後に申し上げたいこと、これは寛容であること、これです。人が違う、意見が違う、これが大切なんだよと言ってるということは、必ず自分と違うんですよね、意見が違う、立場も違う、もしかしたら利益相反かもしれないんですけれども、その相手を認める、お互いに寛容になる、これが新しい技術を生むのに一番大事なことだと私は思います。ぜひ若い方におかれてはちゃんと勉強して技術の種をまずまく、これは役目です。それから仲間を作る、そして仲間と情熱を共有する、まさにテディックス、そうですよね、これ大事です。そしてお互いの寛容性、これを持って新しい技術を生んでいただければ幸いだなということで、私の話を結びたいと思います。
どうもありがとうございました。